共演は、共演は最初井上さんと最初なんだろう、一番最初多分、うん、はっきり覚えてないんですけど、うん、でもきっとあれで、あの辺りだと思うんですよね。あの雪で僕が、ああ、あのちょっと BL っぽい、フルーツバスケット、あ、じゃあフルーツバスケットじゃなくて、あのあれです、あのカップリングなんですよ、井上さんと僕で BL、 もともと BL だと思うんですけど、うん、テレビとかでもやってた、なんだっけ、ユキエイエイリーとか、そうそうです、なんでしょ、あ、グラビテーション、そう、グラビテーションの あの辺がなんかちゃんとカップルだったんだっけ、あれカップルです、あの和彦さんの役が大人っぽい役で僕当時結構あの声高い若いお、なんか可愛らしい、いきなりカップル、いきなりカップルだったと思う多分、あとは多分ちょこちょこすれ違ったり、うん、同じ作品には出てるとかはあったと思うんですけど、多分がっつりはなんかその辺じゃないかなっていう気がするんですよね。でもやっぱちょっとその緊張はしてました、なんか僕が、はい、あの、そうなんです、なんか相手にしなかった、いやそんなことないですけどでもやっぱ親しいって言ってもやっぱ先輩後輩だから、やっぱそんなこっちからもなんかあんまりずかずかいけないし、そうだからやっぱ飲みに連れてってもらったりとかが何回かあって、まあ徐々に慣れてったかなっていう感じですかね。2000年24、5年前だ、そうですね、多分28、そうですね、きっと。あちこさんから見た関さんの印象っていつ頃から俺の中に入り直したのか分かんない、ただでもよくお話ししたりとかするようになったのはでもやっぱはるかとかからなんですよ。そうで、その前キカイダーでディレクションしてて、和彦さんが、そうそうそう、だから俺その前から好きだったんだよ。それでキカイダー のディレクションをお願いしますって、アニメ、今まで映像だけだったんだけど、それをアニメになるって言って、和彦さんやってくださいって、生まれて初めてのアフレコ監督をやるときに、あ、実は俺全部俺キャスティングやったの。あ、そうなんですね。それでついつい動き階段にしようみたいな。あ、で他の人も全部僕はで、それ出したら全部通っちゃった。おお、そうなんですよ。さ、そのね、最近そういうの珍しいじゃん。珍しい、うん、オーディションなかったですもん、確かに、うん、そうで、なんかついついのこう結構ナイーブなお芝居が好きで、はい、うん、それでそう、それで一日を、そう、あれが初めてぐらいか、多分そうですね。でもだからその前もグラビテーションでやってたから、はいはい、その時のなんかお芝居が好きだったんじゃないかな、はいはい、うん、そうだからあの辺、あのそのキカイダーの後が、うん、確か和彦さん、あ、違うな、それじゃ同じ年です、同じ年ですよね。なんかね、うん、なんかのタイミング、その機械団のタイミングじゃなかったかもしれないですけど、なんか昼間にはるか撮って、夜和彦さんがディレクターのアニメっていう日があったんですよ、確か。それが前しばらく続いてて、だからそのアニメ一緒に出演者で出て、で夕方は和彦さんがディレクターになって、で収録に参加するっていうのがあって、でその時にたまに車で一緒に連れてってくれてたんですよ。そう、次の現場、まあ、一緒だから一緒に行こうかみたいな感じで、そう、そう、でその時にあの台本忘れてそう、はい、来た、なるほど、そう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 、だ、あ、そういうのを経て徐々にお話しをできるようになってってみたいな感じですね。だこんなになんか気安くお話できるようになったのは、もうでもはるかですね。はるかのイベントを通じて、そうそうそう、はい、イベントで結構無茶したからね、みんなで、ね、そうですそうです、そうです終わった後ね、みんなで集まって飲んだくれて、そう、その友蔵の部屋行ってね、そう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 、急に仲良くなったっていう感じではない、そうですね、徐々に時間をかけて、うん、